ジャンニ・アニエッリは、アニエッリ家の著名なメンバーの一人である、トリノ出身のイタリアの実業家。イタリアの自動車会社、フィアットの元名誉会長。愛称は弁護士を意味するアッポカート。イタリア最大の自動車会社、フィアットの創始者、ジョバンニ・アニエッリの息子エドアルドとカルロデルモンテの、娘ビルジニアデルモンテ王女の長男として、イタリア北部の工業都市で同社の本拠地であるトリノで、 誕生。14歳の時に父親が死去したが、ジャンニーが幼かったために、すぐには会社を継がず、1966年に会長に就任するまでの間、会社の経営は第二次世界大戦以前より、同社の番頭的存在であったビットリオバレッタが言った。第二次世界大戦が終結した1945年に、鳥の大学法律学部を卒業指導者に、 副社長として入社したものの、その間は、帝王学を身につけるべく勉学に励む一方、しばらくの間同社の実際の経営はバレッタが行い、自らは各国を飛び回り、各国の政財界の指導層や、貴族などとの信仰を深めた。また、イタリア随一の財閥の御蔵主として、世界中のリゾート地を飛び回って優雅な暮らしを堪能した。また、 フェラーリ 166mm やフィアット131、アバルトラリーなど特別注文したイタリア車を愛用したが、1950年代には自動車事故のため左足の膝から先を切断し、それ以降は義足を使うことになった。また誘拐を防ぐために常に自分の車の他にボティーなお誘拐された時のために常に毒薬を所持していた。 アレッサンドロ・ペルティーニ首相と共に、その後1963年にフィアット社長に、1966年には会長に就任し、自身が経営を行うことになった。会長就任後は、ソビエト連邦やブラジル、スペインなど各国に生産拠点を作るなど、同社の国際化を進めたほか、バスやトラックなどの商用車、航空機や鉄道車両の製造にも手を広げた。 また、1969年には、経営不振で、倒産寸前だった高級車メーカーのランチアを、1986年には、国営化されてからも、経営不振が続いていたアルファロミオを参加に収めた。ほか、1988年には、高級スポーツカーメーカーのフェラーリを、1998年には、マセラティも参加に入れ、フィアットを、名実ともに、 イタリアを代表する大企業に育て上げた。また、1923年から名誉会長を務めていたエドアルドを継いで、1947年より、イタリアサッカーセリエ A の名門チーム、ユベントス FC の名誉会長を務めたほか、コリエーレ・デラ・セラや、ソーレ24オーレなどのイタリアを代表する、新聞社やテレビ局、出版社など隠しマスコミの経営者も務めた。 1991年には、イタリア経済に対する貢献が認められ、イタリアの終身国会議員になった。会2003が1996年に、前立腺癌にかかり、7年にわたる、長い闘病生活の末に2003年1月24日に81歳で死去した。ジャンニの死後、フェラーリの本社があるマラネッロには、フェラーリの象徴である、羽羽の紋章の半旗が掲げられた。 また、フェラーリの F1 に対する活動への貢献に敬意を表して、フェラーリチームが2003年に使用したシャシー、カイ2003がは、ジャンニの頭文字、がから名付けられた。なお、ジャンニの後のフィアット社及び、グループ企業の責任者の座は、弟のウンベルトが継いだものの、翌2004年5月28日に、ウンベルトも、ガンで死去した。ジャンニアニエリ、右は、 祖父の序盤にそのカリスマセと、社交的な性格から、イタリアの経済界、政界のみならず、世界各国の指導者や王族と、個人的な関係が深く、アミントレ、ファンファーニア、エンリコベルリンゲルなどのイタリア政界の実力者や、ローマ教皇、ヨハネ・パウロ二世や、ヘンリー・キッシンジャーなどの外国の政治的指導者、アーガーハーン四世のような大富豪、タキテオ・ドラコプロスなどの貴族、 ポルフィリオルビロサなどの社交家、アニタ・エクバーグや、リタ・ヘイワースのような世界的スターに至るまで幅広い交流があった。アニエリと愛車のフェラーリ365、ピー・ベルリネッタ・スペチアーレまた、ヨーロッパを代表するファッションアイコンであるとともにプレイボーイとしても鳴らし、老人と言われる年齢になっても、イタリアの雑誌が主催する抱かれたい男の上位に、 毎年選出されていたことは有名で、ウィンストン・チャーチルの長男の妻パメラとの不倫が報道されたとき、イタリアのマスコミは第二次世界大戦の敵を撃ったと報道した。普段より、フィアット131レーシングや、ランチア・デルタ 1F、インテグラーレ、フェラーリ・テスタロッサ・スパイダー・バレオ・マチックなどの自社の車を運転して回る車好きとして有名で、 当然ながら自社とその参加企業のモータースポーツへの参戦に情熱を傾けた。1970年代 -1990 年代におけるフィアットやランチアの WRC 参戦や同じく参加に収めたフェラーリの F1 における活動にも積極的に貢献し、1950年代に自動車事故で左足を失ったものの義足をつけて、 精力的に世界中のサーキットに足を運んでいた。ありがとうございます。